OK、 FWJMC 野澤翔です。さあ静岡コンテストやってまいりました。昨年はですね、コロナで3月からコンテストが中止になって、どうしようかな、いつから開催できるのかなっていう迷いの中スタートしたのがこの8月静岡大会でした。ですのでね、 FWJ が昨年こう復活をした、まあ、ちょっと思い入れのある会場でもあります。そして本日お盆も佳境でございます。はい、8月静岡、今日も昨年を超える多くの選手が集まったコンテストとなりました。まあ、ちょっとあいにくの、ね、天気ではあるんですが、もちろん今日も一日通して選手は熱い戦いを繰り広げてくれるはずです。ということで皆さん、静岡オーシャンチャンピオンシップス最後までお楽しみください。アンケートを見たんですけど、はい、体育の先生なんですか。はい、なんで今回その先生がこのボディメイクのコンテストに出ていただいてるんですか。そうですね、体育の先生ってやっぱり体が格好良くないといけないっていうのと、ちょっとあまりにも自分の体が体育の教師とはかけ離れている体だったので、まあ、30キロ以上の減量をしてこの大会に臨みました。それ30キロっていうのはどのぐらいで。8ヶ月です。はい、8ヶ月の減量をしてこの大会を目指して頑張っていました。静岡の学校なんですか。そうです、はい。元の体重はいくつだったんですか。108キロ。108キロで今は。今77でゴールです。今日の意気込み教えてもらっていいですか。はい、周りを見るとまだまだレベルは自分の中ではかなり低いので、みんなに憧れられるような競技を目指して自分の体を心も一緒に鍛えたいと思います。僕たちは海上自衛隊護衛艦村雨から来ました。どういう部隊なんですか。はい、横須賀で所属していて護衛艦という日本を守る職業です。もう少し柔らかくいきましょう。皆さん初めてですか。いや、僕2回目ですね。2回目です。2回目です。初めて。どうですかこういう大会は。いや、楽しいですね。楽しいです。もうみんな出る出場カテゴリー優勝を目指したいと思います。頑張ります。頑張ります。ウェイカンプロスメいくぞ。アンケートを拝見したんですけども、はいはい、も元女性なんですか。はい、そうです。もともと生まれた時女性で今男性として生活させてもらってるんですけど、まあ、性別とかはそんなやってないんですけど、でやっぱそれで男性と張り合えるわけないけど、どこまで一緒に戦いができるかっていうのを見たくて今回参加、それも決意の一つですね。ちょっと出られるきっかけを教えてもらいたいんですけど。自分のなんか限界とかそういうのってなんだろうってなった時にトレーナーさんが押してくれて、いろんなことチャレンジした方がいいんじゃないかって教えてくれて、それでじゃあやってみようと思って参加しました。自信はどうですか。いや、自信のほどはやっぱ皆さんすごいなって感じなので、でも楽しくやれればいいかなっていう方が強いですね。今回は初めてっていうのもあるので。今日は誰の応援に来ましたか。今日はダディです。パパです。コンテスト初めてですか。初めてです。楽しんでいってください。はい、頑張ってね。じゃあパパに応援の一言お願いします。応援してるよ、頑張ってね。お子さんが見に来ていらっしゃいますけど、はい、どうですか。かっこいいとこ見せたくて頑張ってきました。はい、出るの初めてですか。そうです、はい、出るきっかけとか何かあるんですか。きっかけは子供が生まれたの で、 そうです、ね、いいとこ、かっこいい頑張ってるとこ見せたいなと思って、はい、出ようと決めました。
頑張るから応援しててね。今日は誰かの応援に来ました。友達が初めて出るってことなんで、ちょっと応援していきました。初めてで、ね、緊張すると思いますけど、頑張ってください。杉本さんですよね。友達が見に来てたんですよ、外で。あ、言ってた、さっき言ってました。ちょっと友達に意気込みを言ってもらっていいですか。ファーストコール呼ばれるように頑張ります。今日は誰かの応援に来られたんですか。そうです、今日は渡辺裕太さんの応援に来ました。トレーナーさんね、私たちのトレーナーさんです。ご自身は出ないんですよね。あ、この子は10月に出ます。そうなんです。じゃあトレーナーさんに、はい、応援メッセージをいただいてもよろしいですか。渡辺さん、頑張ってください。応援してます。ちょっと外でインタビューをしたら、はい、お客さんに、応援団が来てました。そうですね、はい、トレーニングをの、あ、そうそう、クライアント様、お客様で、はい、今日はちょっと遠くからはるばる駆けつけていただいたので。お客さんとかもこういう大会出る、はい、出られてて、うん、9月とか10月に控えてる方いらっしゃって、あ、まあ、先に僕が出てこういう感じですよというのをちょっとこう、見せた後にちょっとお客様に本腰入れていただくために、はい、ちょっとこう気合い入れてもらえればいいかなと思っているので、はい、そういった意味でまあいい内容にできればいいかなと思います。はい、今日は何の目的で。今日友達、一緒に。友達が出るんですか。そうです。どのカテゴリーですかね。ウェルネス。どうですか、プロから見て。あ、仕上がりはいい。いいですか。綺麗。じゃあ本田さん頑張ってください。今日プロ来てましたね。あ、サミサミ、ねえねえねえ、応援しに来てました、ね、そうです。教えてもらってるんですか。そうです。で、ウェルネスにしようと思ったんです。頑張ってください。頑張ります。今日はどなたかの応援ですか。息子さんとか。いや、一度社員。あ、社員さん。何のお仕事なんですか。自動車の整備。社長さんでいらっしゃる。そう、会長。会長さん。前からやってるのをしてたんだけど、来たことがなくて、まあ、今日やるし、応援に頑張れと一言いただいてもいいですか。重森くん頑張れ。ありがとうございます。重森さんですよね、はい、応援団が来てまして。あ、本当ですか。会長。あ、そうです。あ、会長来てました。ありがとうございます。整備士さんなんですよね、はい、まあ、ちょっとこう体力系の仕事だから。そうですね、はい、そういう筋トレ必要だなみたいな感じ。あ、そうですね、やっぱ重たいもの持ち上げるんで、はい、必要です。必要っていうか、あんまり必要じゃないかもしれないですけど。今日の意気込みを。そうですね、まあ、一応その上位狙っていくんで、まあ頑張ります、はい、イエーイ。りんと君頑張ってください。今日は誰の応援に来たんですか。今日は彼氏の応援に、りきと君に応援に来ました。お手製うちわを作りました。恥ずかしいですけど。あれ、大会は見られたことあるんですか。いや、初めてです。応援メッセージをください。はい、今年はグランプリ狙って頑張ってください。楽しんでね。杉山さん、はい、彼女応援来てますね。来てくれてました。うちは持ってました。すごい、じゃあ誰よりもすごいんじゃないかな。彼女に、はい、一言頑張るよって言ってもらっていいですか。よろしく。ありがとうございます。お待たせ。
59になります。もうじき59です。で来年は60です。もう還暦ですね。そうですね、還暦ですね。還暦を前にちょっと頑張ろうかなと思いまして、今回参加させていただきました。若い者にはまだ負けません。まだ負けないですね、ガッツです、体が続く限りですね、とにかくこの前向きに考えて、何でもそうなんですけど、一生懸命ですね、チャレンジしていきたいと、こういうふうに思っております。はい、お二人は、ご夫婦なんですよね。そうですね、おじさんおばさんコンビで。はい、
初めてなんで、ドキドキしてます。お二人とも初めてなんですか？で僕は4年くらい前に1回出たことあるんですけど、久しぶりです、はい、なんで今回その出ようと思われたんですか？私はなんか前から出ろ出ろって言われてたんですけど、ちょっと躊躇してたんですけど、今回ちょっといい機会だなと思って出てみました。まあ夫婦で二人三脚で頑張ってみようかなっていう。今日の意気込みを教えてください。ですね、夫婦で入賞、はい、入賞したいと思います。できれば、はいはい、頑張ります。うまい酒飲みたいと思います、はい、彼氏のステージどうでした？いやあんな姿を見ることがなかったので、もう一番今まででかっこいい姿を見させていただいて、私も刺激になりました。今回の静岡の大会を選んでいただいたっていうのは、はい、何かゆかりがあったりとかなんですか？あ、僕静岡が地元なので、はい、去年も静岡で出て、はい、で今年も静岡出ようかな。なるほどなるほどなるほど、はい、1年越しの静岡大会。そうですね。いかがですか？まあ、最終ファイナルまで残ったんですけども、ちょっと端からセンターに行けなかったので、そこがめちゃくちゃ悔しかったなと思います。ちょうどステージを終えて残すは表彰というところですけれども、ね、はい、今後の意気込み、はい、そして目標どんなところですか？まあ、今後、まあ、今日はノービスに出たんですけども、まあ、オープンで戦えるレベルに体を仕上げて、オープンでも上位に争えるように仕上げていきたいと思いますので、お願いします。ありがとうございます。話は変わりますけども、うちわはこれは自分たちでご自身で作られたんですか？はい、作りました。これどれぐらい時間かかるんですか？これはでも1日で作りました、はい、なるほど、はい、愛が伝わりますね。こういうの作るの好きで、はい、あ、そうですか、はい、あの今会場での声かけとかっていうのは極力まあ禁止されてるんですけど、こういう応援の仕方っていうのは皆さんぜひ真似していただいて、会場のところを盛り上げていただけたらなと思いますので、残すは表彰のみですけれども、最後まで FWJ を楽しんでいただけたらと思います。はい、本日8月14日静岡大会ですけども、市川さん今日ご来場いただいたのは、ゲストポーズをさせていただくことになりました。はい、ゲストポーズ、はい、東京プロまで残り2週間、ちょうど2週間ぐらいですね、はい、現在のもう脱いでらっしゃいますけれども、はい、現在のコンディションいかがでしょう？もう9割方できてるなっていう感じで、あとはもうステージ立つだけ立つだけ、はい、8月29日東京プロに向けて、はい、ファンに向けてお言葉をお願いします。まあ、全力で頑張ってるっていうのは当たり前なんですけど、まあ、正直言ってあのフィジークのその何ですかね、ちょっと格好つけるとその地方馬場かあのダービーを制すじゃないですけど、ちょっとそういうところを見せつけてやりたいなと思います。下馬評を覆す、はい、だからもう変な話しそうですね、大穴優勝みたいな、全部ひっくり返してやります、はい、市川さんでした。すごい期待しております。頑張ってください。市川さんでした。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。もうそろそろ東京プロがはいはい、はい、日本中が注目していますが、そうですね、はい、倉本さんはどういう風に見ようと思ってますか？そうですね、僕はあのカテゴリーがちょっと違うんですけど、一応なんか正真正銘の日本一 の、まあ、決める戦いになると思うので、まあ、本当にこう誰が勝ってもおかしくないようなレベルの高いコンテストだと思うので、すごい観戦、まあ、僕も実際会場行くんですけど、すごい楽しみにしてます、はい、
しいです。じゃあ次の目標は？次の目標は2週間後です。お先で、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まさか1位になれるなんて思わなくて、すごい嬉しいです。次の目標はノービスに出られるように体作りを頑張りたいと思います。まあ、とにかくあの初優勝で初出場初優勝できたので、あの本当に嬉しいです。ありがとうございました。いや、優勝できると思わなかったんでめちゃくちゃ嬉しいですね。もともとの目標はどのくらいまででしたか？今日はもう優勝してやるぞっていう気持ちではいたんですけど、最後あのセンターから外れてたんで今日はダメかなと思ってたんですけど、優勝できてめちゃくちゃ嬉しいです。初めて出たんで、まあ、どんなもんか自分の体どれだけ強するかっていうのを楽しみに出ました。まあ、優勝できて本当に嬉しいです。ありがとうございます。この後フィジークとオープンも出たんで、そこでまあどういう順位か分かんないですけど、また次の大会も出ていきたいと思います。はい、初出場なんですけど、イントロは一つに優勝を挙げてきてめっちゃ嬉しいです。これからあの応援ステージを目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。次の目標は応援ステージですね。あのメンスフィジークのオーバーオールまで目指して頑張っていきたいと思います。どうですか？びっくりしてます。嬉しいです。頑張ってよかったです。出ようと思ったきっかけですか？あの職場の人があのフィジークに出ていた経験があって、一緒にちょっとやってみないみたいな感じで声かけられたんで、じゃあちょっとやってみるっていう感じでやりました。おめでとうございます。ありがとうございます。また来ちゃいました。はい、ローカルということで、はい、静岡の方ですか？あ、そうですそうです。静岡富士宮市に住んでるものです。はい、じゃあ、 あの静岡の皆さんに、はい、あのビキニに興味を持ってる皆さんにちょっとメッセージお待ちですか？はい、あのビキニ大変かなって思うかもしれないんですけど、やっぱやってみるとすごい、あの絞りとかどんどん絞れていくのがすごい楽しいので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。実感がわからないですね。本当に嬉しい限りです。次の目標なんですか？次はまだ考えてないですけど、もうちょっと上のレベルで戦えるように頑張りたいと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、よかったっす。どうですか？いや、本当に嬉しいの一言ですね。やっぱレベル、去年も僕この大会出てあの3冠取らせていただいたんですけども、いや今年もちょっと勝てるかなと思ってすごいドキドキしながら挑んで優勝できたんで本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これも優勝できるとはちょっと思ってなかったんで、いや、ちょっとできすぎですね。ありがとうございます。嬉しいです。本当に嬉しいです。次の目標なんですか？次の目標、次の目標はあの名古屋の次の1ヶ月後の大会の、ノービスで優勝して、もしそこで優勝できたら、もう次回はもうオープンで戦っていきたいなと思ってます。はい、いや、まあ、今日勝つためにやってきたことがあの結果になってよかったです。以上です。じゃあ次の目標は何ですか？プロクオリファイにエントリーしてプロ最短で取りたいなと思います。競技始めたのは4月からだったんですけど、まあ、もう最短でプロを取りに行きたいなと思います。ちなみにあのプロになろうと思うあのきっかけは何ですか？昔、佐藤翔吾さんとエドワード加藤さん のプロクオリファイ見たときにすごいあの心打たれて、ちょっと自分もこうなりたいなと思って始めたのがきっかけです。2冠達成です。すごいですね。さっき続いて2冠です。そう、あのさっき言ってなかったんですけど、8月6日に赤ちゃんが生まれて、8月16日に奥さんの誕生日があって、いい夏休み、お盆休みになってます。次はオープンがあるので頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。Thank you very much. Thank you very much. Do you have any message to the camera? Yes, I do. I want to see all Brazilian and Japanese girls trying wellness. We want to fill this stage with wellness girls.Okay. Thank you. Thank you. ありがとう。今日フィジークも出て、もう体がもう今釣ってる状態。まあでも本当楽しいステージでした。ありがとうございます。また挑戦します。次の目標は何ですか？次の目標、まあ、とりあえず今日レベルが高かったんで、フィジークがなんで、もっと筋トレを頑張って、もっともっと周りからもすごいと思われるようにして
頑張っていきたいと思います、はい、あのクラシックフィッシングを選んだ理由は何ですか。そうですね、やっぱり自分のフリーポーズがあるので、あの自分で決めやりたいポーズができるっていうのがやっぱ見どころで、クラシックフィジックを選びました。いやちょっと初めてで緊張したんですけど、まあ全力を出し切れたと思います。ボディービールを選んだ理由、きっかけとかありますか。カイグリーン選手が好きなんで、ちょっとそれに憧れて出たっていうのと、まあ、師匠がボディービールやってたんで、それで出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今日は。今日は、そうですね、すごく自分にとって進化のできるコンテストに今までの中で一番できたコンテストだったので、すごくいろいろ協力してくださった方もいらっしゃったので、その方にもお礼を言いたいです。本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからビキニに興味を持っている女性の皆様、一言、なんだろう、減量すごい大変だったんですけど、でもステージすっごい楽しかったです。なのでぜひトライしてみてください。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にたくさんの方に応援していただいたんで、皆さんの応援が力になりました。はい、ありがとうございます。次はオーバーオールですけど、はい、そうですね、ちょっと初めてのステージなんで、ちょっと全力を尽くします。はい、すごいですね。やっちゃいましたね、3冠です。オーバーオールも取りに行きます。見てください、頑張ります。見せてもらっていいですか。いや、初出場でこれはちょっと嬉しいですね、本当に。いや、マジで感動なんですけど、気を抜かず次も勝ってまたここに戻ってきたと思います。オーバーオールのことですね。はい、オーバーオール頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。オーバーオールに向けての勢い教えてください。絶対優勝したいです。結構緊張してますけどね、この前までずっと病気でできるかなって心配してる、コンディションは悪いかもしれない、心配です。どのような病気だったんでしょうか。ちょっと、バイ菌体に入ってしまって、40度以上の、はい、年熱ずっと続いてて、でもどうしても出たかったから、奥さんの力で出てました。それでもその万全な感じコンディションにしてきたのは素晴らしいと思います。じゃあオーバーオールで、はい、いい結果を出してきてください、はい、頑張ります。ありがとうございます。おっと2人とも何でもわざとじゃなかった。See you, See you. NPC ワールドワイド FWJ リージョナル賞パシフィックオーシャンチャンピオンシップメンズフィジークノービスオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー152番中川ヒロヤス。
分オーバーオールがしたかったんですけど、まあでも伸びしとれたんで、まあ次は絶対リベンジします。オーバーオールシーズン、頑張ってください。ありがとうございます。メンズフィジークオーバーオールシーズン。はい、最後頑張ってみましょう。ロンドッポー。決まるパシフィックオーシャンチャンピオンシップ、その静岡のステージを制するのはどの選手だ。各クラスの選手が激突するオーバーオール対決、最終の確認、そしてチャンピオンの名前が書かれた集計票が私の手元に届きます。NPC ワールドワイド FWJ リージョナルショーパシフィックオーシャンチャンピオンシップメンズフィジークオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー197番石川匠。本当に、このオーバーオールで優勝っていうのをもうずっとこの大会を、エントリーする時からもうその瞬間から絶対にオーバーオール優勝するっていう
気持ちでここまで駆け抜けてきたので、いや本当にもう夢が叶ったというか、嬉しい限りで、はい、これでようやくプロクオリファイのに出場してくる、もっと素晴らしい選手たちと並べるのかなと思うので、はい、まあ、引き続きさらなる高みを目指してボディメイクを頑張っていきたいと思います。はい、そうですね、私がここまで体作りできたのもやっぱりサポートしてくださった職場の方々だったり、そういう友人の応援のメッセージだったり、もちろん家族だったり、数え切れないぐらい多くの方が応援をしてくださったおかげでここまで結果を残すことができたので、もう本当に心の底から感謝を申し上げます。はい、ありがとうございます。さあ、パシフィックオーシャン、チャンピオンシップス、終了しましたけれども、今日はね、静岡、去年はこの静岡大会から FWJ コンテスト再開した会場ということでね、今年はどんな大会になるんだろうと思いましたが、小川さん、レベル高かったですね。レベル高かった。しかも、はい、新しく新設されたファーストチャレンジ、ローカル。びっくりしたよね。びっくりしました。今日からそう、この8月のね、パシフィックオーシャン静岡コンテストから新設されたローカル、要は開催している都道府県に隣接したところに、在住の方、在勤の方、在職の方、在勤在学か、はい、の方が出場できるローカル、そしてメンズフィジークノービスファーストチャレンジ、これ生涯1回だけしか出られないっていうクラスのカテゴリーなんですけど、めちゃめちゃレベルが高かった。エイちゃんとこれファーストチャレンジだよね。めちゃくちゃレベル高かった。でもやっぱりすごい多い、いい人数、いい人はいいんだけど、やっぱり毎回言われてるように、まあポージング、課題な人が何人かいて、やっぱりそういう人はちょっともうちょっと頑張った方がいいんだけども、いつもセミナー、事前セミナーみたいな、ああいうのをやったり、あといつも鏡の前で練習してると思うんだけど、そればっかりやってるといざ本番に、標準が合わないんで、なるべく写真、動画回してでチェックしたり見てもらったり、やっぱりセミナーが一番いいね。あともうノービスチャレンジ、ファーストチャレンジ出てる人なんかも諦めないでずっと出続けること。今日のオーバーオールチャンピオンもそうでしょ、はい、そうです。2018年からですね。2018、2019、今年そういうのが顕著に出てて、最初の真野くんもそうでしょ。なんかやっぱり選手もそうですね、諦めないのがいいね、諦めない続けることが大事。あといいものを見る。だって今度29日にあるプロショー、東京プロも、みんなプロに出てる人も毎日ポージングしてるから、まあこういうノービスの人たちも毎日練習して、でいいのを見る。で29日も配信やるんでしょ。配信やるからそれも見て、それで練習しましょう。頑張って。なんか今日ジャッジいいこと言うな。いや宣伝にちょっと聞こえなかった。うん、正直やっぱりジャッジから見てて、やっぱりこのコツコツやってきた選手がこうオーバーオールを取るっていうのが今年顕著で。やっぱりボディコンテストってそんな簡単には勝てるもんじゃなくて、体筋肉にはそんな簡単に深みが出るもんじゃなくて、で小川さんがおっしゃってたのが、なんか情報を雑誌とかネットだけで得るんじゃなくて、しっかり現場で、ね、それこそパーソナル受けるとかセミナーを、これ本当なんですよ。僕も最初ネットとかね、雑誌だけで情報を得てやってたんですけど、やっぱり現場に出て教えてもらうってなると違うものがつかめるんですね。そして諦めない、何回も何回も、もう初出場で終わらない。負けてもね、みんな負けるけど、それが諦めないで、最後まで、最後勝てるまでいきましょう。そうですね、僕も負けまくり、小川さんも負けまくり、負けまくって負けまくってやっと取れるというのがボディコンテスト。そしてさらに上のね、レベルの高い試合を見に行く、そ
そうするとね、やっぱりこの意識マインドっていうのはそこに合わせようとねしていくのでね、成長がね著しくね著しいのかなと思います。さあ次は水戸、頑張りましょう。はい、はい、次は水戸です。そして8月28、29はねフィットネスワールドエキスポボリューム2でございます。ベルサール渋谷ガーデン、皆様お待ちしております。さあということでね、今日パシフィックオーシャンチャンピオンシップス最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた来週水戸で会いましょう。